うーし、今回はこちら前向き勇者というねフリーゲームをプレイしていきたいと思います。説明は不要でしょう。やっていきましょうか。オープニングイベントを見ますか。はい。さて、いいね、ウルフエディターだねこれ。おお、なかなかやるではないか。感心したぞ勇者よ。魔王、歴代最強と言われる魔族の王、世界を自在に操るほどの力を持ち、その途方もない魔力のせいで何の意味もない角が生えてしまった。意味ないの？虚勢を張っていられるのも今のうちだ魔王。長旅の末に魔王を退ける力を手に入れた歴戦の勇者、共に戦った仲間たちはそれぞれ家庭の地蔵へ故郷へ帰った。一緒に来てくれなかったんだね。貴様は今から俺が仕留める。かっこいいね。俺は死に物狂いで鍛錬に励んだ。そして武器を手に入れるために秘境に出向き、防具を買うために短期の売断をした。全ては貴様に勝つ今この瞬間のためだ。ふっへっへっへ、何がおかしい。どうやらお前はとんでもない勘違いをしているようだ。なんだと。どうやらお前はとんでもない。なんで2回言った。いや、聞こえなかったわけではない、驚いただけだ。お前はどうあがいても私には勝てない。何を根拠にそんなことが言える。私には最強の必殺技がある。かつてこの技を使った相手はみんなこう言った。卑怯だと。くっ、どうした勇者あろう者がおじけづいたか。さあ受けよ我が最強の必殺技、ディレクションシール。ぐわー、なんだ、ほん、なんともないぞ。ふっへっへっへ、何がおかしい。そしてその気色悪い悪い方やめろ。気づいてないようだな、俺の身に起きた異変に。何、試しに周りを歩いてみろ。これは、そうだ、貴様は二度と方向転換できない呪いにかかった。もう右を向くことも左を向くこともできない。お前は一生下を向いて過ごすのだ。卑怯だ。ふっへっへ、方向転換できないお前などは私の敵ではない。例えばこうやって後ろから押さえてやるだけで。離せ。お前は何の抵抗もできない小動物と一緒だ。なんたる屈辱。残念だったの勇者よ、それではさらばだ。いや、追い出すだけなの。畜生、魔王に自宅まで送り届けられてしまった。意外といい魔王だったな。おまけに装備まで全て取られてしまった。とにかくこの状態を直す方法を探さなくては。一旦休むか。右を向かないとベッドを調べられない。いや、その向きでもさ入れると思うんだけど、どうなの。これでは寝ることができない。そうか、今の状態のままでは寝るだけで体力が全回復するベッドも、最強の武器を製作できる家事も、最強の装備を保管してある宝箱も、すべて利用することができない。なんて無慈悲で残酷な呪いなんだ。何が何でもこの呪いを解かなければ。よも、このゲームは方向転換ができません。そのため調べることができるのは今のところ自分の真下にあるものだけです。当然人間も真下にいるものしか話しかけることができません。決定キーで装備中の武器を振ることができますが、方向転換できないので下にいる敵にしか攻撃できません。この状態を何とかするのが当面の目標になります。それでは頑張ってください。あ、なるほどね。アクション RPG らしいけどね、これ。決定キー、パワーキャンセル。サブキー？サブキーとは？メニュー画面。うん、ステータスね。HP は敵からダメージを受けると減少し、ゼロになるとゲーボーマンになります。MP はスキルをスキルする際に減少し、常に自動回復する。MP 回復量には精神の値が影響している。なるほど。今1だね。魔力は魔法使いの職業が使うスキルのダメージのみに影響します。はい。装備品、装備画面。あ、今ゼナなんだね。サブキーってどれ。スキル、スキルツリー。お、なるほど。スキルポイントを消費してスキルを習得レベルアップしたり、アクティブスキルを装備することができる。スキルポイントは1レベル上がるごとに3つずつ増え、職業を変えても引き継がれる。職業、パッシブ、オリジナル、アクティブの3種類が存在する。パッシブはレベルを上げることでステータスが増加するスキルで、効果は少ないですが職業を変えても上昇した値が継続される。オリジナルスキルはその職業でしか効果を発揮しませんが、自動で発揮し特別な効果を持つものが多い。アクティブスキルは装備することのできるスキルで、スキルレベルを上げると威力と賞金 P が上がる。装備したアクティブスキルは MP が足りていなければ、足りていればサブキーで発動できます。図鑑、本作に装備システム、
真面目、システム文章真面目、友達感覚おとなしい、高圧的にしてる。セーブに逃げるか、セーブに逃げるか言われてる。アイテム画面、アイテムには使用回数制限があり、使うとしばらくの間全てのアイテムが使用できなくなる。再度使用可能な、連続で使用できない。サブキーってどれ、何もわからん。あ、もうここら辺とかもこうやったら調べられる。勇者の家、なるほどね。なんだその歩き方、楽しいことでもあったか。すいません、風が鳴いている。どうした、どうしたお前、家とかに入れんのかな。いいか、他人を切りつけてはいけない、これは人間として当然のことだぞ。はい、すいませんでした。お宝があるな、調べられない。壺、あ、壊せる普通に。なるほど、勇者帰ってきたのか。ジョン、勇者の数少ない友人の一人。何の特徴もない人畜無害な性格。まるで重要人物かのように現れたが、もう二度も出てくるのかと。魔王のやつはもう倒したのか。いや、せいぜい奴の靴底を汚してやったぐらいだ。そうか。というか、お前人が向いてる、話してる時ぐらいこっちに向けよ。うるせえ、俺にも事情があるんだよ。むしろ俺、お前が俺の前に来ればいいだろ。せっかく心配できやったのに、もうお前なんか知るか。これで二度と出てこないのか。機嫌を直してくれるだろう。で、あ、一応入れるんだね。よっしゃ、よく揃ってるよ。こっちから話しかける。買う。お金が今ゼロゴールドだからと、お、なんだ？恐ろしい。獲得経験値マイナス 100%。どういうことなの？レベルを上げたくない縛りの人が買うってことなのかな？どちらにしろ何も買えないな。北東の滝近くに家に暮らす呪術師って、本当は呪術師じゃなくてケーキ屋さんになりたかったらしいよ。え？勇者帰ってきたんだ。お？メアリー、村で一番可愛い女の子。村長の娘でもあり、頭もよく火の打ちどころがないように思えるが、握力が50キロくらいあることにドン引き。メアリーちゃん、どうして後ろ向いてるの？違うんだ、これは。こっち向いてよ。ねえねえ。ふん、もう勇者なんか知らない。早くね。あー、ま、村のマドンナに嫌われてしまった。クソ、魔王許せない、呪ってやる。呪う。村を出て東に進んだ先に何でも呪いを解ける術師がいたはず。まずはその人に忌まわしい呪いを解いてもらおう。なるほどね。入れる。話しかけられない。こういう者、いつもメアリーと仲良くしてくれてありがとうよ。ところでお前も仲間が去って大変だろ。そこで転職でもして自分の新しい自分を探すのはどうだ。私の権力を使えば簡単なことさ。え、え、転職？錆びた探偵消毒する。うわ、いろいろもらった。転職するタイミングによってレベルアップの能力者が変わったりはしないから気軽に転職してくれ。なるほど。今は？今の私は何なんです？今の私は何なんですか？とりあえず転職してみよっか。騎士。現在の職業、剣士か。守備面に厚く、ボス戦に強い。槍は扱いづらいが、条件次第で剣士を楽に超える攻撃力を手にする。カリウド、弓で遠距離から敵を倒すことに特化した職業。魔獣通信、威力と範囲に秀でた魔法を扱う。体力面に不安は残るものの、雑魚相手には無双の強さ。なるほど。カリウドちょっと行ってみようか。これで装備で、あ、錆びたショート棒を装備すればいいと。あ、なるほどね。いいじゃん、遠距離攻撃できるの強いんじゃん。痛い、やめてよ。ごめんごめん、まさか人にも攻撃できると思わなんだ。いろいろ、いろいろ消せんな、これ。しゃ、いた、しゃ、ギャーひでえ。やめた方がいい、この私を起こせるぞ。ちょっと痛いってマジで、やめてください、本気でやめてください、いい加減にしろ。あ、やだだだ、あははは、あー、おい、どうすんだよ、リトライ。なるほどね。あれか。これはあれか。鶏系か。にゃん、にゃん、にゃん、にゃー、いやー。私は飯や世界を粛清する。恐ろしい、恐ろしい。恐ろしい。他の人も気になんな。もう怒った。
お前さっきといる位置が違うな。ギャー、 お金手に入った。やめろやめてくれ。ひえー、もう許さんぞ。ふぅ、街中が敵だらけになってしまったな。これ一回外見てたら、フィールドマップにはモンスターがいる。決定キーで武器を振ることができる。サブキーでセットしているスキルを使用する。ランサーなどがあって接触した場合、攻撃受けたが扱いになる。ちょっと待って、村人たち元に戻ってる。よかった、ずーっと攻撃してくるかと思ったわ。さて、ミスって。なるほどね、こういう感じで攻撃していくわけか。下にしか攻撃できねえの、これめんどくせえな。だからこうすれば、なるほど、あの鳥も敵か。意外とやれるな。あ、草むらにも意外とお金あるぞ。割とやれる。真下からしか、これが敵ではない。いや、十分強いぞ。調べられんし。薬草。意外と調べてった方がいいか。うん。7ゴールド。弓矢は範囲広くて優秀だな、これ。割とありだが。こっち来い、こっち来い。レベル2ぐらいまで上げたいところではあるわ。やば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 。さて、この上は北の村。こっちには行けない？行けそうだな。あ、無理だな、これ行けないな。右は東言うてたけど、人がいる。あったあったそれ。あー、話しかけられねえし。薬草使った方がいいか、これ。あ、一気に回復した。なるほどね。右行けない。右側行きたいところではあるが、あ、こっちね。はい、オッケー。意外と射程が長くて、おー、レベル上がった。火力が上がったのかな、多少は。他のキャラクターもこうなってくると、いろいろ試してみたいな、一通り。弓は割とありな気がするけどな。射線攻撃ってのがどうなのかな、微妙か。魔術師は範囲に優れるって書いてあったから、ちょっと魔術師も試してみたいところではございますな。敵は片っ端から倒していく。ノックバックするのが優秀だね。一方的にほぐれるじゃん。やめろやめろ。あかん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 。もろい。ふう、なんとかなった。下にいるあのスライムとか狙える？狙えるね。相当遠い位置から狙えるな。うまし。ここ呪術師の絵か、これ。ここ呪術師の絵だ。チャッスー。なんだ君はいきなり尻でドアを開けて入ってくるなんて非常識にも程があるだろう。呪術について滅法詳しい人間。解けない呪いはないと言われているほど。しかし呪術を悪用することはなく、天気予報や星占いのみ使ってる。こんにちは。突然ですが、呪術師さんに用があるんですが。君みたいな非常識な人間と話している暇はない。そこをなんとか。いや、帰りたまえ。かっこいい呪術師のお兄さん、お願いしますよ。なんだ、困ってることでもあるのか。ありがとうございます。実は魔王の呪いによって方向転換ができなくなってしまったのです。決定ドアを開けたのも下しか向けないからなのです。方向転換ができない、そんな呪いなど聞いたことがないぞ。しかし呪術者が魔王か、私の知らない呪いなのかもしれない。ちょっと見せてみなさい。なんだこの呪いは、まるで呪いなどかかっていないかのようだ。もっと根本的なところから君を縛り付けているよ、強大な力を感じる。ダメだ、私ではどうすることもできない。魔王と比較すれば私も知識不足だったということだ。でも気を落とさないでください。むしろ今までが自由すぎた。そう考えればいいだけの話です。とにかくいろいろ方法を試してみます。ふむ、そうなんだ。テーマもあった。何をする、やめたまえ。ふざけるんじゃない、もう怒るぞ。はい、怒ったー。あんぱんぱ、うわ、すげえ雷攻撃とかしてくるぞ、あのおっさん。
ワンチャンこれ倒せたりしないの？ 1! うわー！ 145! はい、失礼しましたね、本当にね。それにしても、はい。いろいろ試せるのはありがたいが、この先に、ネバネバ液を手に入れたっぽい雰囲気を感じとくと。と、レベルアップ。レベルが上がると確かスキルポイントが上がるって言ってたな。スキル取ろうか。シックスセンス、回避率が上がる。回避率ね。シックスセンスレベル3で拡散矢。表現 P13。天使の恵み。獲得経験値 110%。あ、これ強くない？オリジナル。いくらだけ獲得する経験値が上がる。アイテム購入時安くなる。移動、攻撃速度プラス1。パッシブで攻撃速度プラス1は強いのでは？配信がかなり上がる。パッシブね。使用スパン。1秒短縮。短縮。攻撃速度が上がるっていう、このさ、ブースター。パッシブのこれは、割と悪くねえんじゃねえか。てかさ、転職して、それぞれどんなスキルを覚えられるのかっていうのを見てきた方がよかったかもしれんな、これ。あっぱー。死ねる。お、だから、薬草だ。とりあえず、回復するか。残り20秒。スライムぐらい倒していきたいところだ。まあ、そんなにスキルポイントとか気にしたくてもなんとかなると思いたいが。まあ、お金結構手に入ってるからさ。装備品買いに戻ってもいいけどね。お袋の服なんだ。防御力上がるね。見た感じでは何の変哲もない服。お袋が全て自分で作ってくれた。魔力プラス10だって。魔術師に転職するのも悪くないかもしれんな。これで終わりか。一旦村に戻るしかないのかな。つまりスッと抜ける。この位置から攻撃する。あった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 。一方にしか行動できないのが辛いね。ふう、当たんない。お袋の服のおかげでダメージがだいぶ抑えられてるね。防具大事だな、やっぱりこれ。強し。崖上から攻撃するの強いの普通。うお、どうした。いでで、まさか階段、段差で転ぶなんてな。よっこいしょ。お？あ？勇者は右を向いた。右を向いている。うお、右を向けたぞ。これでベッドや家事が利用できる。そしてメアリーちゃんにも話しかけられるぞ。急いで村に戻って誤解を解きに行こう。今度は右にしか向けなくなったんだが。なるほど、面白い展開ではあるが、どちらか、どれか一方の方向しか向けないと。なるほどね。左に向けたら行ける場所が増えたんだが。よし、帰ってきたぞ。っていうところで、今回は一旦この辺にしようか。いや、結構面白い、面白そうだぞ、このゲーム。セーブに逃げるか？逃げよう。一箇所しかセーブできないのかな？というところで、こちら前向き勇者、早速右向きになりましたが、今回はここまでにしておきましょうか。いやー、結構面白そうで楽しみでございます。ということで、また次のパートでお会いしましょう。またねー。